川、黒川、黒川、黒川だ、決め切った黒川、ついに均衡を破った水戸。後半の32分、この力でこじ開けました黒川。山口もラインが高いですから、ラインも上げるようにというようなことも言っていますね。なるほど。さあここは前が抜け出す、ボックスの中、見出しのシュート、決まった。先制は山口、前半の10分です。一瞬の隙をついていきました、山口の前。これが1個入れば変わりますよ。直接決まった。入りました。徳本の左足のクロス、ファーサイド、右足、戸高かわして、戸高、先制待ちだ。今シーズン初ゴールです。ここはレベル高かったですね。このトラップの後の左足のキックフェイントですよね。戻して中央、イオンジェキープする、シュートでいった。いやすごい、お見事。体の強さと技術を両方発揮しましたね。そして強さが光った得点となりました。岡山勝ち越し2対1。